政のの方に不運休を告げるかかかな <laughs> かなっていいう動ききがありまましたここららサクサククすこち NHK 治マガジン立憲民主党、泉代表参院選150議席獲得できなければ代表辞任ということで、えー、これはですね、立憲民主党は4月の衆参の補欠選挙で議席を獲得できなかったことを受けて両院議員懇談会を開き、泉代表は次の衆議院選挙で150議席を獲得できなければ代表を辞任する考えを示しました。 立憲民主党は議席を獲得できなかった先月の衆参5つの補欠選挙の範囲を検証するため10日より両院議員懇談会を開き100人余りの議員が出席しましたなんと次の衆院選で100 150議席取れるんですか取れるんですか取らないと泉健太代表を辞任実際のところそんなに今の時点で勝ててないのに これもともと150議席っていうのはホップ、ステップ、ジャンプ的に1回では政権交代無理だから少しずつ増やしていくっていうことなんですけれど泉健太新代表で挑んだ最初の衆院選がエリッツ・ミン・ザンパイ議席権ということになりましたよってですねホップ、ステップというかまず踏み出した瞬間にグキッてあああ足首が足首が まあそのような状態になってまして、落としてそれで次のって言われたらどうなんでしょうかねっていうところなんですが、ところなんですが、まあこれは泉健太代表だけではなく、党というのはまさに志を一つにするワンティーム、ワンティームのはず。代表代行も務めたことがあります。蓮舫議員はこんなツイートをしておりました。写真も含め 3K らしい中身のない配信すぎるね。あららら。 産経写真も含め産経らしい。中身のない配信すぎるね。いやいや、連邦さんこれよく言いますねって感じ。まあもちろん報道に対して批判しちゃいけないなんて野暮は言いません。野暮は言いませんが、産経新聞と言いますと、んうんうん。白が、白がこう言ってます。これ書いた者終わりだからな。小西裕之参院議員のマンキー、お猿さん発言において、この書いた者じゃなく、これ書,書き直せと。 命じたのが産経新聞。産経新聞にこれ書き直しなさいなということをラインで送って証拠バッチリ見せつけられた。それが、陳謝らしき記者会見で多くのマスコミの皆さんが見ている前で書き直しを命じた。その相手が立憲民主党の小西博之議員が命じた相手が産経新聞の記者だった。 しかもその様子というものは、俺たちのテレ東こと、テレ東ビズの方で、ほぼノーカットで、拡散されちゃって、100万再生超えましたよね。その産経新聞に対して注文を出すということは、これ書いた者終わりだからな、というよりも、いつ終わり、あ、失礼しました、失礼しました。まあ,まあそ、そんなような、に受け取られても仕方がないようなこと。それが写真も含め、産経だし、中身のない配信すぎるね。 これまるで、安住淳国会対策委員長が鼻丸つけてバーツバーツバーツ、資格なしとかって書いた。あれあれ立憲民主党って根っこからそういう体質なんでしょうかねなんでしょうかね報道に対する圧力と取られかねない。かねないんですが、これですね、ただ、連邦議員に対しても少し、少しだけ、これが理由だったんじゃないかなというところ、紹介しておきます。 私はルッキズムではありません。よって別にこれに投稿は思いません。そのワンカットを取られると、どうしても自分のイメージしているものと違う姿っていうのがあるんですけれど、この写真が気に入らなくてケチをつけたんじゃないか。いやいや、私は違うと思いますよ。蓮舫議員が、まさかね、立憲民主党の代表代行まで進められました。蓮舫議員が、この写真の表情が気に入らないからつって毒づいたいや、そんなバカな。そんなバカな。そんな、そんなバカな。そんなバカな。 飲むかまあね、中身のない記事だ。中身のない記事なんで省略します。蓮ん、じゃ、立憲民主党。立憲民主党の話にグ,グググって絞っていきますと、まあまあ、ワンチームです。ワンチーム。蓮舫さんは、まあ、ある意味、ある意味、立憲民主党に対して批判的なのかなというところで産経新聞。まあ、これ産経新聞ね、これは良い、良くないとは思うんですけれど、ただ、小西博之議員が書き直しを命じて書き直しをしてこないのかな。これはもう、 ワンチーム、立憲民主党のワンチームとして、これなんか一言、おこひこ一言、おこごと言ってあげなきゃっていうところで、なく意ねえって言ってるからなんてね、思まあ、好意的に解釈すると <laughs>、無理がありますかね。まあ、好意的に解釈すると、そういうことなのかな、なんて思っていたらですね、どうもその言葉に関して、蓮舫議員、大変こだわりがあるようでして、大、党代表の泉健太さんの発言、 蓮舫さんが考えてくれということを泉健太代表に、代表に申し上げた、上申した、したところですね。それがヤフーニュースの記事になっておりました。立憲民主党の両院議員懇談会は紛糾、あ、紛糾したんですね。そして蓮舫氏の考えてくれに泉代表、家に帰ってよく考えます。考えてくれなんか立憲民主党さんと 3D のなんかありましたよね。こう、バーチャル、バーチャル蓮舫。くれって追求ごっこする。 考えてくれってやられたら。リアルですよ。これ、バーチャルじゃなく。バーチャルじゃなく、両院金魂の段階で。考えてくれってやられたら。考えます。家に行って書いてよく考えます。はい。僕代表なんですけども、よく考えます。よく考えます。ケンタ。泉ケンタ代表。政治は言霊。あ、出ました。言霊。言霊が問われます。持ち帰って考え、何を行動するのか注視しています。注視しています。楽ー。 言霊信仰というのは日本社会にあるまあ風俗的なものでして発した言葉が現実になるということまあ一種のオカルトですかねまあバタフライエフェクトなんていう言葉がありまして上海であニューヨークで蝶々が跳ねると上海の株価が暴落するとかねまあ風が吹けばオケアが儲かる的なみたいなっぽいそうしたものでもあるんですが言霊。 言霊信仰だそうでございます。さらにですね、さらに、その特徴的なところが、立憲民主党という政党ですよ。より特徴的なところが、やはりこのシーンからも現れているのかなと思います。先ほどの言霊信仰のツイートから、わずかな時間しか経っていないところで、蓮舫議員です。 お家に帰って考えて終わりでは困りますね。というよりもっと深い議論をしています。この記事配信よりも深く仲間と議論しています。えー、ということでして。これ、産経新聞にですね、中身がないとか言ったんですけれど、いや、そうじゃなく、これは日刊スポーツを引用してたんですけれど、もっと深い議論をしています。中身がない、中身が残りがないような産経新聞の中身があることをしてますって。何か。何かに気づいたんでしょうかね。産経新聞に書き直して,ていた、あ、あれ、産経新聞だった。あれ、産経新聞だった。いやいやいや、えっと、 中身がないと言ってしまった口から出まかすのを論拠根拠、的な、みたいなっぽいをやるためには、んとうんと、深い議論してます。でも、産 k を引用するとね、ちょっと、んー、日刊スポーツ、日刊スポーツ、日刊スポーツちょっとお友達でしょだから、それ引用して、中身あるもんなって。それがこのツイートなんじゃないかなって。白が。白が言ってました。ごめんね、シロまだ終わりません。<laughs> まだ終わりません。<laughs> えー、連邦議員のツイートです。 先ほどの産経の、に対する中身がないっていうもののツイートを引用して、引用して、2時間半を超える議員懇談会で、どれだけ議員が主張を展開し、執行部に意見をお、お、わ意見、お、意見をお強く求め、真摯な議論があったか。そこから前を向くという論だったのにね、終わって知らない記者が、私に聞いたコメントが記事配信、残念すぎるわ。やっぱりどうにかなんか当てこすらなければ気が済まない。私よ私のあの写真。あ、いや、わかんない。えっ、ー、と、中身のある議論してたのよ。う <laughs> ん。 うんうん、白が、白がこう言ってます。しつかい。まさに、うざがらみの絡みつき。もう、全法理的にうざがらみの絡みつき。そして、それは、泉代表、泉代表にもうざがらみ。本当なんですよ。まさか、ワンチームのはずの、自分たちが選んだリーダーの、泉健太代表にも、レホ議員、うざがらみしてるんですよ。 え、立憲、泉健太代表が、できなかったら辞任という発想ではなく、立憲民主党の議席を伸ばすという決意と覚悟を示した、示しました。立憲民主党は、アメリカ民主党のように、中道とリベラルが主軸の党として、皆様の生活を向上させるために働きます。あれアメリカの民主党って、あれお菓子をコルテスさんとかと、なん、あれあれ何し、ね何し、あれそもそもの認識が、泉健太さんどうかなって気がするんですけれど、蓮舫さん。 その場に伝わったとは思えないですが、こういう弁明はどうなのか。その場に伝わったとは思えないですが、これが何かと言いますと、150議席取らなければ、代表を辞任ということ、この代表辞任。これに対して、泉健太さん。いや、そう、そういうことではなく、そういう発想ではなく、立憲民主党の議席を伸ばすという決意と覚悟を示しましたいやそ、そういうことではなく、そういうことではなく、 どうやら、吊るし上げ、我らが代表の、まあ、彼ら、彼ら、彼女らからした時の、我らが代表の、泉健太代表に対して、うざがらみするどころか、その代表ですら、いや、150っていうのは、百五十っていうのは、うん、心意気、心意気、だって、そうかと思いますと、この方、元朝日新聞の記者さんの、鮫島博さん。 今、政治総選挙があったら、立憲民主党が150議席に投稿を呼ばないのは確実だし、解散直後に空中分解する可能性が極めた高いが、それにしても野党第一党の代表が、過半数に投稿を呼ばない150議席を勝敗ラインにするのは、不戦敗という他はない。有権者を馬鹿にしている、即刻自実にすべきである。フリージャーナリストになった、サメジマ・ヒロシさん。元朝日新聞の記者さんだとはいえ、現在、サメジマ・タイムズというブログの主筆です。あ、ブログ、えっと、なんかメディアらしいです。 の主質とはいえ、天下の高等の代表に辞任しようっていう、そんな資格があるんでしょうか。発言、言論は自由なんですけれど、ただこの鮫島博士さん、このメルマガ版の方でもう2年ぐらい追いかけてるんですよ。<laughs> 面白い物件あ、面白い。あの、興味深い。フリージャーナリストとして活躍するということで、2年ぐらい追いかけてるんですけど、この鮫島博士さん、明確に、こちら今日も、アホな政党がまた壇上でパフォーマンスやってると MI2 さんがおっしゃっておりますが、 大石明子さんです、これ。ラウンドガールじゃないですよ。なんか、抗議の。抗議の。なんか、やつをポケットから出して。抗議して。そして、これについてはですね、お仲間が。えこちらの方もですねえ、防衛財源確保法案の採決を遅らせるために、立憲主導で提出された委員長解任決議が淡々と否定されましたということで、お行儀よくやってないで、牛本などの抵抗で否定する。お行儀の良い野党では、自公政権は止められません。戦う野党とやっている。つまり何かと言いますと、鮫島博さん。 令和新選組を支持してるんですよこれ明確に彼のブログ、鮫島タイムズというブログの中で、令和を支持します。記者としてどうかなと思うんですけど、令和を支持しますって書いたんですよ。おやおやおや令和を支持している記者らしき人物が、立憲民主党の代表に,や代表に対して辞めるという、別の党ですよ。別の党。確かに鮫島ロシさんの高校の時の同級生だったかな。あのー、防御は最大の攻撃。 防御は最大の攻撃でおなじみの小川淳也さんと高校の同級生で、まあ、あの、近しい関係にはあるとはいえ、自身は、ご自身は現在、令和新選組を応援していて、活動を応援していながら、立憲民主党の代表に対して、やめろ。面白いことをおっしゃる。ただですね、泉健太さんも同じ穴のルームメイトだったようです。こちら。 無指摘を理解します。各政党がしのぎを削る中で議席を伸ばすこと自体決して簡単ではないことをお分かりいただけると思います。中道やリベラルが存在しなくなる国会になるのよ。立ち上がっていただけませんかということで、またピンポンダッシュのうがらみのようなことをやっております。えー、ヒ広シ、ヒロシだけど、サメ島マ、主筆。あ、彼、自分のブログに書いてもらってる、えー、原稿を寄せてくれてる方に、主筆と呼ばれて、それそのまま自分の原稿を乗っけてますんで、自分のブログに乗っけてますんで、主筆だよ、そうです、主筆。 自民と維新の両方に対抗する政治勢力の結集が急務です。提案型野党を掲げて自民批判を弱め、維新にも接近してきた立憲のということで、まあ、ルルルルルルル,ルって書いてあるんですけれど、まあ、これに対する答ええー、我らがと一応言っておきますが、えー、麻生太郎元総裁、元総理、ドッ c o m はこのように伝えております。解任案は立憲共産党の演出ということでして、麻生氏は、 十分に時間をかけていると、財源確保法の審議について言ってですね、え日本維新の会と国民民主党は解任案、ま、この、財務金融委員長の解任議決案が出たんですけれど、あの、維新の方と国民民主党の方は解任案に反対だと。だから野党全部が反対してんじゃなくて、立憲共産党による演出だ。単なる時間稼ぎだ。と、麻生太郎さん、語ったということでございます。 150議席取らなければというよりは、まあ、とにかく党の体制を見直せよということを、蓮舫さんは代表、代表にうざがらみをして、まあ、その中で150議席取れなかったらやめ、やめ、やめま,まやめ、やめます。まあ、でもあれ心、ここきなんだけど、ここらきなんだけどという形で、現在の泉健太代表を追い詰めて、そして一方で、令和新選組を熱心に応援している、 フリージャーナリストの鮫島博さんは、代表やめろと言って、令和新選組の方から、共闘、共闘を持ちかけられていて、麻生太郎自民党副総裁が、ズバリ、あれは立憲共産党だと言っている。つながる、つながる。泉健太代表と言いますと、立憲共産党路線を敷いた、フルアーマー、あ、間違えてもないんですけど、と、枝野幸男さん。枝野幸男体制が、 立憲民主党と共産党の立憲共産体制を構築しようとしたこの泉健太おろしの果てにあるのはもしかしてもしかすると立憲共産党路線辻褄辻褄があってしまいますするとやはりあのメロディーが聞こえてくるあちょっとアレンジ版で今日お届けしておきましょうかねえりつみン惨敗健太首えりつみン全敗健太首 とということで泉健太代表、まだお若いようなんで、やり,やり直せるぞ。健太、戦争、あ戦争じゃなくて、あね、あの、立憲、共産党、その先、ないぞ、ない,いぞ、な <laughs> んでねあの、余計なお世話、余計なお世話をしてしまう、今日この頃でございます。